どうも、ガチャです。っていうことで今日は5月中旬以降にやってほしいキュウリの剪定方法について説明していきたいと思います。皆さんキュウリを栽培すると芽かきや子づるを伸ばす作業が必要となってきます。この作業初めての方には難しいと思います。僕も最初のうちは分かりませんでした。切ってはいけないところを切ってしまって親父に怒られたりもしました。なので今日は細かく分かりやすいように説明していきたいと思います。週末に作業する方が多いと思うんで、もう一度作業する前にこの動画を確認してみて復習するのを忘れないでください。それでは行ってみましょう。5月までにチャンネル登録1万人目指しているので、まだしてない方はぜひチャンネル登録お願いします。現在のキュウリの様子を見ていきましょう。このキュウリはもう芽かきが終わっている状態です。でこの花が咲いてこのキュウリがもう実になっています。だいたいこのキュウリの背丈が50センチ以上になったら芽かきをするようにしましょう。ここで注意が必要なのは、キュウリを放置しすぎるとこの葉っぱがたくさん出てきて脇芽もすごく大きく成長します。なのでこれをそのままずっと放置してしまうと脇芽がどれかわからなくなってしまうと思うので、50センチぐらいになった早めに脇芽かきをしていきましょう。でこの時期注意してほしいのがウリハムシとうどんこ病です。ウリハムシに関しては動画を前に出しているので、ぜひそちらもご覧ください。この時期になるとウリハムシ被害が出てきます。被害がたくさん出る前に駆除しましょう。ウリハムシが食害すると葉っぱに穴が開いてしまってうまく光合成ができなくなってしまいます。ウリハムシを見つけたらすぐに駆除しましょう。はい、続いてうどんこ病です。このうどんこ病っていうのは過湿状態から乾燥状態に切り替わる時に発生します。なので風通しをしっかりと対策しましょう。うどんこ病が発生すると葉に白い点々ができます。これがうどんこをまぶした状態になります。この症状が進むと光合成ができなくなります。次第に葉っぱが黄色くなって最後は枯れてしまいます。病気を出さないためにもこれから説明する剪定作業をしっかりとやっていきましょう。この剪定する理由は3つあります。1つ目が風通しを良くする、2つ目が株の成長を良くする、3つ目は大きい実を収穫するためです。はい、1つ目の風通しを良くするです。まあ、キュウリっていうのは下の方に脇芽を伸ばしてしまうと風通しが悪くなって病気になってしまいます。先ほども軽く説明したうどんこ病が発生するので気をつけてください。あと雨が降った時にも、降った雨が土に当たって跳ねて泥が葉っぱについたりします。その泥からも病気が広がってくるので、この下の脇芽を取るようにしましょう。2つ目のキュウリの成長を良くするです。脇芽っていうのはずっと生やしておくと栄養が分散されてしまってキュウリの株の成長が悪くなってしまいます。早めに脇芽を取ることで栄養の分散をストップさせて主茎の成長に栄養を使わせるようにしましょう。3つ目が大きい実を収穫するためです。キュウリっていうのは成長スピードが速い野菜です。そのためエネルギーがたくさんあると置き換えられます。脇芽を生やして無駄なところに養分を使わせるよりかは実をつけてもらった方がいいので、この剪定作業をしてもらいたいと思います。では実際に剪定作業についてです。でまあ、先ほども言った通り、まあ、50センチぐらいがいいんですけど、まあ、これは結構成長してしまってます。この50センチの他にも見分ける判断材料としては、葉の数が8枚ぐらいついた時に剪定作業をするっていうのを覚えておいてください。ということでこれが今どのぐらいあるか数えていきます。でここに1枚2枚3枚4 5 6 78、ここまでが8です。今から紹介する作業はキュウリがある程度成長して大きくならないとできないです。大体の基準として8枚の葉っぱが出た時に芽かきをすると覚えた方がいいと思います。小さいうちは脇芽が出ないので植えてから少し経って大きくなった時にやってほしい作業です。で芽かきをする場所の説明です。でこれこうテープで縛ってあるここがキュウリの軸となっています。でこの一番上のここが成長点です。でこの主軸と葉っぱの間に出ているこれが脇芽になっています。この脇芽っていうのは下の葉っぱから数えて基本的に5枚以内に出てきている脇芽は全て取るようにしてください。ということでここが
1,2,3,4,5 ということで、5枚目から下の脇芽は全部取るようにしてます。で、今これここに脇芽が伸びてるんですけど、これは取り忘れてしまった脇芽で、脇芽って放置しておくとこんだけ伸びてしまいます。ここに栄養が行ってしまうので、これを断ち切ることでこっちの主茎太い軸の方に栄養が使われるようになるので、より成長とかも早まります。で、ということで、皆さんもこの下の葉っぱから数えて5枚目までのところは全部脇芽を切るようにしましょう。でもちょっとこれは大きくなりすぎてしまってるので、ハサミで切りたいので、今ハサミがないのでこれは後で切ります。ということで、まず1枚目が生えていて、ここに2枚目の葉っぱがあるんですけど、ここにカットされた跡があります。ここにも脇芽が生えていました。でもここをちゃんとカットしていったら、ここにかさぶたみたいのができるんで、これも病気になりにくくなります。なんで、まあ晴れた日の午前中とかにやった方がいいです。この2番目のところもちゃんと切れてます。こうやって脇芽で 1,2,3,4,5 っていうので、この5枚目のところまでは脇芽をカットするようにしましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。